ナイアガラ哲学の今日レッスンがありましたよ、うん、今ずっとね、はい、歌なんかどうでもいいんですよ、本当のこと言うとね、どうでもいいですよ、こんなもんね、こんなもんは、はい、こんなもんは大丈夫ないですよ、こんなもん僕が言うときます、大丈夫ないです言うたんか、言うたんか先へ言ったのに話変わっとるじゃん、はい、いやいやいや今日ね、はい、小竹さんがね、歌にはね、いろんなとこがあって、そのスピーチバルーンは、うん、この腹、胸のあたりでしたっけ、へそですね、へそのとこから歌ってるらしいんですよ、でこれ説得力が出るんですって、声を出すとき、うんうん、声出すときに、うん、それは聞いて、うん、わそうなんやと思って、うん、そのへそから出すよっても、いや、わかりますよ、うん、なんとなくは、うん、でも、出てるのは口からやからね、うん、どないしてへそから出すの、そうそう、だからみんな口から出てるから、うん、あの位置が口しか見てないから、うんうんうん、だからそこから出てくる音しか拾わない、うん、はい、ですよ、はい、だからへそから下から出すとだから、あの聞こえてないように思っちゃう、伝わらない、どうやって人から出すんですか、シロリン、それはね、感覚的なものです、僕はよくわかりますよ、僕はサッカーの時によく言われたのは、はい、置きに行くようにシュートを打ちなさいと言うんですよ、はい、シュートっていうのは置くんじゃなくて蹴るんですから、はい、ドーンと蹴るんですけども、うん、蹴るんじゃなくて置きに行くように打ちましょう、はい、そう、わかりますか、このゴール、全然わかりません、それと一緒ですよ、それとは全然違う、いや、いやあれ、もう何か全く見えへん、いや、僕はわかりますよ、ほら、やっぱりね、これね、達人同士はわかるんですよ、おっさん、こっち行ったね、達人行ったね、おっさんやねんどうしかどうかちょっとですよ、それね、おっさん、何がや、雰囲気でいかない、雰囲気でもっといやいやそんなね、屁骨いらんのですよいや、そう、でも、わかりますよ、ね、僕もなんとなくわかります、なんとなく言ってはるのはすごいわかります、そうやね、ただ、どうやったらそのへそから出るのかっていうことがわかる、あ、それは無理やわな、わかるけど、やれ言われたら無理、そう、それは技術だから、うん、よくだからほら、あのね、うん、あのバッティングが調子が悪いとか、うん、なんか調子悪い時に肩の開きが早いだとかね、ありますね、スタンスが狭いとか広いとか、踏み込んだとか踏み込まないとか言ってるやつ、お前ができんのかって話じゃん、そうですね、でもできないんでしょ、できないです、やるのは技術だから、いや、それはその技術があるかないか、どう、うん、そうく今パッとコントかけとかできませんよ、はい、私は、はい、そうですよ、でしょ、そんなもんね、そうなんね、それは言わせるって話ですね、これね、持ち合持ち合ですよ、かけますよ、意外とね、俺意外とね、俺さんね、いやおもろいこと書きそうな気がするから結構ね、そうそうそう、なるべく職場をね、奪わないようにと思って仲良くやろうと思って、やめてやめて、うん、でも頭からのね、頭から出る声と、はい、口から出る声と、うん、まあ、腹から出る声っていうのは、はい、あるの分かりますよ、はい、分かりますよ、どないしたら頭から出て、どないしたら口から出て、どないしたらへそって、でもやっぱり知りたないですか、俺今聞いてて、いや多分な、あの日本でもっとヘリクス言おうとすると、うん、背中から声を出せとかそういうような人もいるかもしれない、下手するおこれはちょっとなんともわびさびとかなんかそういうのってそういう理屈じゃん、なんか日本も、なんか高倉健さんとか背中で歌ってるような気がするよね、行間を読めとかさ、ね、そういうのもなんかそういう理屈に近いものがあるような気がするよ、ね、俺はインチキだと思ってるけど出てねえんだからな今ね、そうなんですよ、今ね、うん、僕に説明してくれはったんですよ、このそう歌ってる間ね、はいはい、曲流れてる間、これはすごいなぁと、英語で聞いてるなぁと思って、実践してくれはりの全然ね、うん、で一回腹から出てるのかどうか分かりませんよ、僕らね、もう死んでるから、あ、そうか、死んでるの、うん、いや、もう簡単でしょ、腹からですか、なんで、あの場合はだから、あって出して腹から、ほら、出てんじゃん、これ、へそから、口から、次、口から出て、ま、真ん中から、あ、うん、そうだ、てっぺん上げてるだけですよ、あうん、ほら、出てんじゃん、これ、高く上げてるだけじゃないですか、そんなもんだ、そんなもんですか、そんなもんじゃん、あ、こんなもんなんや、そんなもんなんだよ、技術としてはやね、多分、あ、はいはい、はい、うん、そこにどう、技術の上手い下手はあるからね、あそうでしょ、バットは振れるじゃない、子供でもなるほど、ね、今だから子供がバットを振ったということで、振ったという技術はね、なるほど、うん、例えばうまく振ったか当たるかどうかはちょっと、うん、なるほど、ね、そういうことやね、でも、ちゃんとへそから出てる、そう、出る、簡単じゃないですか、あ、そんなもん、うん、どこから出そうが技術がなかったら伝わってへんことやからね、へそから出そうが上から出そうが、まあ、いや意識するとできるよ、そうですよ、もう簡単です、うん、でもそれは喋る時でも、じゃあ、 その引き継げると思うと、うん、腹から出せばいいんですね、出ますよ、思えば出てくるよ、いや、腹から出そうと思うよりも説得しようっていうふうに心底思えば、いや、実は普通に出てくる、思いが先なるか、そう、それ松本言った、松本が俺をよく噛むんですよ、ラジオでね、それは思ってないからやって言うんですよ、お思ったら頭でそう思ってたら噛まへんって言うんですよ、あ厳しい、おで思ってなく気持ちで思ってないから噛むねん、お思ってたら噛まへんねんって言ったんですよ、なるほどなと思って、おそうやろ、怒って気持ちが入ったら噛まへんやろ、
うん、怒ってる時にあんまり噛めへんわ、ね、それは気持ちが先に言ってるから、うんうん、そのことが出てくる、うん、だから噛まへんねんって。でも何かバランス悪くあれ喋らなあかんなと思うと噛み出すの、はいはいはい、ってあいつが言ったんですよ。あ、なるほどなと今言ったらそういうことですね。その通りですよ、おっしゃる通り。なるほど、うん、歌にもそれがあるんですよね。ありますよ。だって歌なんか格別重いしかないでしょう。だって歌ってる時に、あ、まあ、ちょっとスタンスがとかさアドレスがとか思いながら歌う人いないでしょ、ね、うん、雨のウェンズデーはワーゲンの上乗ってはるんですか、気持ちの中では。うん、あれでもいいや、俺だけ笑ってもらったら乗ってるのかな、ワーゲン乗ってはんねや思って雨濡れながらね、これ、うん、あでもすごいな、やっぱそう思って歌ってはる。でだからあの頃近田春夫かな、壊れかけたワーゲンがワーゲンに聞こえないっていう、はいはいはい、うん、そうそうそうね、はい、そうだよ、ワーゲンはワーゲンだから、ワーゲンっていうのは、ワーゲンはないよ、ワーゲンか洋ゲンかっていうぐらいの、ね、でもね、あのね、ワーゲンはね、僕多分そのワーゲンとかっていう響きに来たんですよ、大人っぽく感じたんですよ。あーワーゲンって言われると多分、でも世の中日本人でワーゲンをワーゲンっていう人はいないでしょ。いなかったんですよ。だからかっこよかったんですよ。そう、ワーゲンのって言われることでなんとなくあの曲がすっげえかっこよかったんですよ。今まで響きなかったから、ーワーゲンって言うと思って、あれ多分ワーゲンって言葉を、いや普通はあのインテンポで歌えばこうあれかけた、うん、ワーゲンのになるのが普通で、そうやるとあの面白くないないですね、素人っぽいわ、はい、ワーゲンのってそれダメですね、面白くないでしょ、はい、ダメです。でこれを僕は10年間やってきたの、あその壊れかけたワーゲンになる前、あずっとハッピーエンドから、ね、要するにどういうふうに歌うと、うん、その親身が出るかっていう日本語、なるほどね、うん、だから変な乗せ方ばっかりしてきたっていうふうに言われたんだけ ど、ね、10年経ったらこういうふうにまあかっこいいとか面白いとかいう人が増えたんだけど、10年前はあのだから前にも何年言ってるけど、うちの女房は隠れてきたんだよね、押し入れで変な歌だって言われて、だから多分雨の夜で10年前にあれ同じものを出したら変な歌だと言われてるはず、だって和言は変だよ。いやでもね、俺和言は多分その和言っていう言葉に引っかかったんですよ。でそれがかっこよかったんですよ。言ってもね、あんまり面白くないからどうしようかなと思うけど、はい、壊れかけたっていうことにしたいから、ああいう変なアクセントにしたの。あだから壊れ、あ意味あんねや、壊れてなかったら普通に和言って歌を、ね、うん、ああ新鮮やったら和言やったよ。なるほどね、うん、いや違うわな、いや物やがねえからそう、実態ってどうなんですよな、言葉的に、言葉的にな、壊れかけたやから。なるほど。カナリア諸島にいて防波堤の縁取りに流れ着いた心はの時に防波堤を防波と堤で切ったのよ。バカでしょ。いやでもそれは普通防波堤を、うん、防波堤わかんないですもんね、防波堤って間にプレス入れる人はいないでしょ。それはやってないから面白いからやったんですか。違う、もう狙いで行ったんですか。狙いで。それは防波堤にたどり着いたのは波でしょ、うんうん、波はほら繰り返すじゃん、うんうん、その寄せる波の間の間、防波と堤。ほう、なるほどね、よう分かれん、これはこれはよう分かれん、防波堤の、あーなるほど、うん、あそれイメージしてそうですか。そうそうそう、深い。だからそこで防波堤はだから一語にしなかった。いやそれほとんど全部それですよ。いや和言はそうやわ、和言ね、和言はそうやわ、うん、俺それに、うん、だからあの近田はいいとこついたわけだ。和言は変だと。いや確かに変さ、すっごい変。それは和言はないよ。和言はないないんだけれども、それは壊れかけたっていうのをあえて言おうと思ってちょっとトライしてみた、実験的にやってみる。でもそれもだからギフティッドですよ、そう歌わしたことですね。いやそれは10年間の技術。あそれは技術、技術もらってなかったんですか。10年間あのトレーニングしたわけ、いろんな曲で。そう、うん、それがそこにこう結実したんだ。すごいな、それを君は汲み取ったんだから、これがすごいじゃない。うん、でも未だに和弦の王は耳に残るんですよ、すごく。変だね、変だからね、変で変なのよ。その変が今なお新しいんですよ、うん、だからあれは変だって書かれたのは正しいんだよ。だからそれ変なのをあえてやったんだから、変だって言われない、百も承知です。あれを普通にワーゲンって言ってたら、うん、新しい歌じゃないような気がする、ないような気がする、おっしゃると、うん、そんな気がした。だそういろいろね、仕掛けてはんのよ、うん、あんまりね、そのこんなん思ったとか言うたらもう思うツボやで、
ほんまやね、うん、この話ものすごいハマってもってるツボもう腹立つわさっきからへえへえ言ってもてるからもうもうもうツボやからね。いやでも確かに和言はそうやな。ボーハテー聞いてみる、うん、ボーハテー行きましょう。ボーハテー、うん、そこだけ。いやそんなこと言いないなそこだけでそんなネタやないねんそりゃそうやねんちゃん。いやそりゃそうやわ、はい、ほんならカナリア諸島にて、はいはい。今回のこれ来てもらう中では一番こう音楽的な話をちょっと僕らもいいんですかね。いやいいんです。だんだん分かってきてね。すごい面白いんで。ほんで三平ですとかいうの書けなくていいんですよ。全然ないんで。そんなとこ知ってるんですか。でさっき分かったいいですよ和弦とか和弦ボーハテーとかですね、はい、その日本語のリズム、このなんていうんですかこの抑揚を抑揚をこちょっと変な言い回しというか、うん、今までないような言い回しで遊んでたと。遊んでたと。それを10年間やってきたと、うん、そのさっきのだから20年前20年前今度は30年前にトライしたんだその頃やってたハッピーエンドという、はい、大滝さんいろんな方言ってますよこれ。大滝さんに細野さんに松本隆、うん、鈴木茂、すごいですよね。これはもうすごい日本のビートルズですね。あのね偉い4人が集まってありますね。すごいですよこれ、はい、だこういう才能が集まるんですよね、はい、でまあこれは全部書けるのも、うん、もうあれなんで、うん、その、うん、言葉として面白いところを、はいはいまあ、どこですか。山ちゃん1曲目のね、抱きしめたいっていう曲の、はい、とりあえず最後の方のコーラス。これがですね、飴色の雲についたらっていうのがあって、浮かぶ駅の沈むホームっていうのがあるんですよ、うん、それがね浮かぶ駅の沈むホームにっていうふうにいやまあもう、うん、そうそうそう、ほとんどでもコミックソングの域なんですけど、とても素早く飛び降りるのでってやってるんだけど、その飛び降りるのの飛は助走のつもりなんだっていうことだけど、飛び降りるので、そう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 、じゃあちょっとその辺注意して聞いてみましょうか。はいはい、雨色の雲についたら浮かぶ駅の沈むホームに、とても素早く飛び降りるのって君を燃やしてしまうかもしれません。この辺からのことがと言ってるロングバッチっていうかアルコの中にピケッと。ところどころね入れたんだけど、ただあの気をつけなきゃいけないのは技術論にだけ終始してしまって、こういう小技みたいなものはなんか効果があるんじゃないかっていうようなことではないのよ、ね、はいはいはい、逆に怖いですよ、はいはいはい、小技使う時の方は、うん、だからなるべく分かられない方がいい、うん、いいですね。だから分かられなかったことは良かったことなんで、和言はね、和言はでも何かって何かで言われる、うん、その次元がいいんだと、うん、僕みたいに全部説明できたら面白くもなると思うけど、やる側は意識、うん、思ってないとできない、先ほど松本君じゃないけど、うん、思ってたからできたんだと思うんだけど、うん、なるほどな、うん、結構怖いですよやる側としてはね。そうですよ、うん、やり手としてはね、やり手としては、ね、うん、本当に逆に怖いと。へ、うん、出したくなりますよね。なんかそれ売りにしたくなってきますもんね、だん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 やってるうちに、うん、なんか そこを見せたいというかね、うん、いやだからね、僕ね演歌の歌手とかいう人がだんだんつまんなくなるのはそれだと思ってる。ああなるほど、拳見せたい、ここ見せたいっていうのもね、そう歌の気持ちよりもそのテクニック見せたくなってくるんですよね、多分ね、なってくる、だからつまんなくなる。ああそうかもしれない、確かに、うん、でいろんなものができるぞみたいなことのがいいと思ってんだけど、さっき言ったように逆だっつったじゃん、うんうんうん、何入れても一つになる方がいいんだって。なるほどね、みんな逆に考えてるから、だから演歌が売れないとかなんとかだって自分で魅力を、うん、薄くしてるんだと、うん、そうなんですよ。僕聞いててもね、演歌の人が最初に聞いた曲良かったのに、うん、何十年後ぐらいなんか NHK から聞いたら何やこの歌と思って崩すんだよ。崩すんですよね、よう分からんわね、気持ち悪いんですよ、うん、向こうの理屈で言うと歌い込むとこうなるって自分で言ってる、ね、でも歌い込んだかもしれんけどこっちには響いてけえへんのですよ ね何にもね来ない、ありますよね、それね、最初に歌った感動忘れるんだよ。ああなるほどね、でも先に自分が酔っちゃうんだよ。そうですよね、うん、バックバンドの人もいつ行くんやよってグッとブレイクで待ってるみたいな、ま ね、まだ大変かおっさん、それね、それやられたらこっち冷めるんですよ。演歌に限らないと思うよ。ああまあそうですね、何、うん、かやってなんかやってくるとやっぱりそれがある。なんでやっぱやってる人は飽きてくるものなんですかね、やっぱし飽きるね、
そうなんや。それはこの間あのたまたまテレビ見てたチャゲアスさんの一人咲き歌ってはって、うん、最後の一人咲きの金行くまでどんだけ長かったか、うん、そんなこといらんのですよね。でもああいうふうにやんないと歌った気にならないんだよね。だんだん何度も歌ってくると。そうですか。多分年間の人なんか多分そうだと思うよ。だからこう、あの、うん、歌った気分やっぱり、そうですね、うん、でファンもね、うん、それをやらないとなんかあの気が入ってないみたいに言ったりもするのよ。コアな人が。そうですか。コアな人は、うん、でコアな人に向けてやってる。だからひばりさんもね、だんだんウェーっていう声ばっかり出すようになったのは、コアな人があれやってくれないと困るんだけど、新しいファンができなかったのよ。あ、そうですよね、うん、いやだって俺だって最初のその曲聞きたいのは、うん、最初に聞いたそのパッションみたいなものがあるから。なるほど、ね、それをもう一回体験したいのに、もうすぐ変えるでしょ。15年のものを背負ってその曲になるから、うん、俺聞こう思ったら全然ちゃう、うん、ね、たまにねコール&レスポンスでね、こう客の方に聞きよるんですよそこいらんねん俺、あんたの声が聞きたいねん俺何をその雰囲気を楽しんでいらんことしよるんですよ。お前ら歌一緒歌おうみたいな、ちゃうねん、あんたの声聞いてんねんっていうのあるでしょ。うん、あれはちょっと間違ってるとこありません？ちょっとね。いやそれファンは知りませんよ、うん、祭り気分で、ね、俺は客やんねん。俺は言うことや、ね、俺はあんたが聞きたから来てんのに、うん、あ、ようやりますね、あやるね、ウルフズもやるんです、あれ前言うてますけど、うん、また選手も言うたけど、ね、うん、ダメですね、またエビやりすぎやと、 あんないらんねん、うん、うん、もっとちゃんとこう歌ってくれたらいい、うん、これがね、やる側に回るとね、うん、やってしまうんだ。なんでやってまうんですかやってしまうのよ。それは客のパワーに負けてやってしまうんですか。いやだからそのスランプ、野球選手のスランプに落ちるような、なんでセカンドゴロしか打てないんだよみたいな感じの、なんかこうハマってしまうことがあって。あ、そうなんですか。でなんかもうあの自分で気がつかないんだね、ああいうふうにこう力を入れてるんだっていうふうに気がつかないんだな。なるほどね。自分はあんまり入ってないような気分の人もいるかもしれない。はい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 、はい、それでいや結構抜きました、今回力を抜きましたって言っても、うん、ファンから見ると、うん、かなり入ってるねっていうでも自分では随分楽にやったつもりってこともある。ああ、そうですか、うん、だからそういうね、なんかあのそういうルーティーンっていうか、うん、繰り返しの中に入ってしまうことある。それはね必然で、今までの全世界全日本どこの人でもやっぱり長くやってると必ずある。